ポープ・ブライス・コイカ・ブリスカ・ビカは、ポーランド海軍の駆逐艦。ポーランド語名は、ブイスカ・ビチャで、稲妻、稲光を意味する。クロム級駆逐艦の2番艦で、イギリス、カウズの J ・サミュエル・ホワイトで建造された。1935年9月に寄港し、1936年10月1日に、浸水、1937年11月25日に、収益した。 クロム級の二隻は第二次世界大戦前に収益していた駆逐艦の中では最も重武装の部類に入る。海戦の2日前、1939年8月30日、ブリスカビカと駆逐艦、クロム、ブルザは損失を避けるためバルト海からイギリスへと向かった。9月1日にイギリスに着き、それからはイギリス海軍の本国艦隊と共に行動した。 1939年9月7日、ブリスカビカは U ボートからの攻撃を受けた。1940年5月初めブリスカビカは、ノルウェー戦線に参加、ドイツ軍の陣地を砲撃し、ドイツ軍機2機を撃墜した。5月の終わりには、連合軍のダンケルクからの撤退作戦に参加した。戦争の残りの期間は、大西洋や地中海で、戦団越えや、 紹介活動に従事した。1941年 120mm 砲7門が 102mm、広角砲8門に換装された。1944年6月8日、ブリスカビカはウェサン島近海でドイツ駆逐艦と交戦した。戦争中ブリスカビカは14万6000回両、航行し、83回戦団護衛に従事した。 戦闘では3隻の U ボートを撃破し少なくとも4機の敵機を撃墜した。戦後はポーランドに戻り、1976年5月1日からグディニャで記念館となって保存している。ありがとうございます。